89mm ロケット発射塔 M20 回4型 89mm ロケット発射塔 M20 回4型 89mm ロケット発射塔 M20 回4型は陸上自衛隊が使用していた携帯式対戦車ロケット弾発射塔であるアメリカ陸軍が M20A1 スーパーバズーカとして正式化していたものと同型で M1 バズーカ以来のバズーカシリーズの最終発達型である M20 は朝鮮戦争で最初に実戦運用された。開戦直後の戦線ではアメリカ軍で第二次大戦の主力だった2.36インチ M9 バズーカが威力不足で朝鮮人民軍の T-34 戦車に対しほとんど通用しないという事態に直面していた。このため前線からの要請で 第二次世界大戦後期に開発され、大戦末期に正式採用されたものの生産されていなかった、口径を四インチとした、拡大発展型である m 二十スーパーズーカが急遽大量生産され、朝鮮半島へ緊急空輸された。m 二十は十分な破壊力を発揮し、国連軍の不評は、初めて t 三十四に有効な対戦車兵器を手に入れることができ、 その後の戦況の逆転につながった。日本に対しては1951年により、警察予備隊がアメリカ軍より供与の形で導入しており、M20 よりも前の世代のバズーカである MQ、MQA12.36 インチ隊、戦車ロケット発射等とともに、保安隊及び陸上自衛隊発足後も装備された。陸上自衛隊の実戦部隊から、 すべての M20 が引き上げられたのは21世紀に入ってのことであり、実に50年以上にわたって装備が継続された長寿装備である。口径は 89mm で、より上の海底における支援火器として使用されていた M1857mm 無反動砲や M2075mm 無反動砲よりも大口径となっているが、短射程のロケット弾を使用するため、 射程はそれらよりも大幅に劣る。M22 は朝鮮戦争での運用開始以来いくつかの改良が加えられており、発火機構多を改良した M20A1、発射等の構成を変更して軽量化した M20 バイト1、M20 バイト1の発火機構を引く A1 と同様のものに改装した20バイト 1A1 がある。本体はアルミニウム製であり、 その長大な外観に比べて軽量だが、全長1.5メートル強と極めて長いため、運搬時は2つに分割され、使用前に組み立てて使用する。撃破発は電気発火式であるため、報酬、副報酬は発射時に静電気対策を実施せねばならず、安全性、速応性に欠ける対戦車兵器であった。一方で、バッテリーと高度でつなぐだけで撃破するため、自衛隊では、 バッテリーとつないだ砲弾を雨どいに添えて、水の入ったホースを踏むと撃発する、ブービートラップの製作法が教育されていた。弾薬には、対戦車榴弾、王林発煙弾、演習弾、模擬弾の4種があり、対戦車榴弾として、M35 成形作薬弾等ロケット弾、訓練用演習弾として、M29 無弾等ロケット弾が使われているが、 M35 とそれ以外のものでは推進剤の素性が異なるために飛翔速度が異なり弾道特性が違いすぎるため弾薬変更の際には照準器を交換しなければならない。また、ロケット弾は初速が非常に低いため添加されて発射灯から飛び出していくまでにわずかながら時間経過があり、ロケット弾が発射塔の中を進む間に重心が筒先寄りになり、 発射機の保持方法に不備があると実際に発射塔から発射された段階では筒先が地面を向くという特性があった。このため保持を誤ると標的の遥か前方に着弾することになり、これによって射手が射撃に慣れているかどうかが一目瞭然であったという。日本では1951年に警察予備隊に導入が開始された。ただし、 実際に引き渡されたのは1952年に警察予備隊が保安隊に改編されて以降である。陸上自衛隊には保安隊に対してアメリカ軍が供与したものが継続して装備され、供与自体も継続された。保安隊及び自衛隊には M20 の改良型である M20AA1 バイト1が導入され、正式名称は 89mm ロケット発射塔。 M20 回4型となっているが、M20 バイト 1A1 の他に、M20A1 も供与されていたことが、中屯機資料館の収蔵品の中に、発射等前後の部位が方針と一体ではなく、ネ、ね、ジ止めされているものが存在することで確認できる、インフォーバックスの画像参照。また、中屯機公開の際の展示で用いられたものや、 駐屯基資料館の収蔵品には各型の特徴が入り混じっているものがあることから長年の装備の間に補修や整備のための部品交換によりオリジナルの状態ではなくなっているものが多数あることが推察される。1951年に警察予備隊に導入が開始された際には並行して M20 よりも前の世代のバズーカである M9。 MQA12.36 インチ対戦車ロケット発射等も供与されているが、1954年の自衛隊発足後は M20 のみが供与され、m 9と共に主力蛍光対戦車兵器として装備された。1960年代に入り、m 9が用途廃止、退役になった後も M20 は装備が継続されたが、蛍光対戦車兵器として、 対戦車ミサイルや蛍光無反動砲が導入されると、第一線装備としては次第に引き上げられていった。しかし、地対艦ミサイル連隊や後方支援隊などにおいては自衛用火器として楽、用いられており、訓練用装備としても長らく用いられたため、幅広い年代の陸上自衛隊員に知られている装備である。2010年代にはすべてが、 口径の八十四ミリメートル無反動砲や百十ミリメートル個人携帯対戦車弾代替され、その後は、駐屯地資料館における展示品として活用されている。なお、戦後国産され陸上自衛隊が装備した各種の装甲車のうち、六十式、七十三式装甲車、八十二式式通信車といった1980年代、中盤以前に開発された車両は、 蛍光無反動砲や蛍光体戦車ミサイルが導入される以前の設計のため乗車する隊員の蛍光する対戦車兵器としては M20 を想定して開発されており82式式通信車の後部キャビン内壁面には M20 を分割して収納するためのラックが備えられていた最後まで装備していた部隊本項目は 89mm ロケット発射灯 M20 回4型として自衛隊、警察予備隊、保安隊に装備されたものについて解説しているため、日本の作品に登場したものに限定して記述した。M20 として、海外の作品に登場するものについては、バズーカ登場作品を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。